はい、渡辺真由推しです。今回もね、フリーフォーオールをプレイしたいと思います。マップはブリーチになります。はい、頑張るぞ。今回もね、後付け実況でね、やっていきたいと思います。まず、先にカスタム構成からね、紹介していきたいと思います。今回使用したのはね、サブウェポンでハンドガンの MR6 にアタッチメントはデュアル。で、タクティカルはフラッシュバン ×2。で、パーク1は第6。パーク2はハードワイヤー、パーク3はガンホー&デッドサイレンス、ワイルドカードはパーク3グリード&サブガンファイター、スコアストリークは HCXD に UAV にケアパッケージ、スペシャリストはノーマットでハイブというね、カスタムでやっていきたいと思います。で、今回プレイしたゲームモードはフリーフォールで、マップはブリーチで、成績の方がね、30キル、18ですのプラス12で、比率は 1.67、スコア3000っていう成績がね出ました。今回ねブリーチで初のフリーフォールで1位になることができたんだけどね。でこの時全然1位全く考えてなかった状態でプレイしてたんだけどね、これ今回使用してこのハンドガンの MR6 の死なずに5キルだったと思うんだけどね、それをちょっとやってたのかな多分。死なずに5キルだったかな、ちょっと覚えてないんだけど、おそらく死なずに5キルだったと思うんだよね。そのチャレンジ やるためにプレイしてて、でたまたま1位になったっていうことでね。で今この芋ってる場所、ここを取ってでも強ポジでね、死なずに5キルやるにはここ一番最適な場所でね、今こういったね今いる場所のその上もね段差になってて上がれるんだけどね、一番上がった方が一番いいんだけどね、真上から敵をキルする感じでやっていくた方がヘッドショットとかも狙いやすいんでね、真上なんでね。で特にこの場所はね難しい近接攻撃、コンバットナイフとかレンチとかヒューリーソードとかね、あとショットガン、中距離からちょっと苦手な武器ね、中距離遠距離苦手な武器のショットガンとかね、でハンドガンも中距離長距離苦手なんでね、今さっきの場所で芋って角待ちで死なずに5キルとかやってった方がいいんでね、死なずに5キルはいいんでね。タロン出ました。珍しくねケアパックからタロンが出たんだけどね、この時ねブリーチではいつもねもうこの場所でほとんど芋って死なずに5キルとかやるんだけどね、まあずっとじゃないんだけどね、動いたりもするんだけどたまにね。今回ハイブノーマットのハイブ持ってきました。死なずに5キルの場合はノーマットでもいいんだけど、でハイブだったら敵をキルしちゃうんで、一番おすすめはね死なずに5キルの場合はスペシャリストはバッテリー選んでね、でスペシャリストアビリティのキネティックアーマー選んだ方がいいんでね、で3キル目か4キル目にキネティックアーマー出して第6巻のインジゲーターが確認してね、敵が近づいてるっていうのを確認してからキネティックアーマー発動してやってった方がね死なずに5キルの確率が上がるんでね。全然本当にねこの時1位全然考えてなかったんだけどね、たまたま1位になったっていうことでね。でなのでちょっと初めてのマップでフリーフォールで1位狙った時はでこうやってねインジケーターが表示されると、今やられたんだけど表示されると敵が近づいてるっていうことなんでね、死なずに5キルの場合は本当にねパーク1の第6巻絶対必須なんでね、できればオーバークロックも組み合わせた方がいいと思うんだけどね。あとブラストサプレッサーはなくてもいいかな、でもデッドサイレンスは絶対入れた方がいいと思うんでね。で武器にサプレッサーつけたらより確率上がると思うんだけどね、死なずに5キルの達成度はね。で MR6 も現在ねハンドガンだと、新武器のマーシャル16がね、まだヘッドショット勲章のやつやってて、今80、100キルまでなんで、ヘッドショット勲章のやつは、100キル中81回まではやってて、で、今使ってる MR6 に RK5 で、LCR9 は、あと1種類、迷彩、解除してないやつがまだ1個だけ残ってる状態で、ロングショット勲章を10回獲得するやつだけ残ってて、それ以外すべて迷彩解除の終わりました。で、昨日、この試合はね、2016年3月5日土曜日、時刻は朝の6時11分にプレイした動画なんだけど、で、現在後付け実況をつけてるのがね、4月8日金曜日の時刻が19時頃なんだけど、昨日、4月8日の夜中の何時頃だったかな、3時ぐらいだったかな、LCR9 はもう、死なずに5キルかける5で、カメレオン迷彩解除されるんだけどね、LCR9 は終わってた状態で、あと、RK5 が死なずに5キル2回ぐらいやってて、あと3回残してて、で、MR6 死なずに5キル1回だけやってて、で、ニュークタウンでも1回やったのか、ニュークタウン、コンバインで、特にこのブリーチで、MR6 と、RK5 の死なずに5キル ×5 終わらせたんでね、昨日だけで。RK53 回やって、今日だけでね。で、MR6 は4回死なずに5キルを4回今日だけでやったんでね、結構調子良かったんでね。なので、MR6、RK5、LCR9 はロングショット勲章のやつだけなんで、それ解除するとゴールド迷彩がね、解除されるんでね。で、RK5 だけね、ハンテッドのチームデスマッチでロングショット1回だけやってるんで、9回あとやればいいんでね。ロングショットやっぱ難しいんでね、やっぱアタッチメントにロングバレルと拡張マガジンつけて、で、サイトはリフリックスつけたのかな、ELO とかでもいいと思うんだけどね。で、あとサプレッサー、ロングバレル、拡張マガジンは絶対つけた方がいいと思うんで、ロングバレルの代わりにサプレッサーつけるっていうパターンもあるんでね。で、発砲してもレーダーに映らないんで、敵に位置がバレないんで、で、あと、サプレッサーは射程距離が少し短くなるんで、それを生かして射程距離を短い状態でロングショットを狙いでやっていくのもいいかもしれないんでね。ロングショットの射程距離は変わらないのかな。できればロングバレルと拡張マガジンが多分ハンドガン、ロングショット勲章得られる確率多分上がると思うんでね。ちょっとゆっくりやっていこうかなと思ってるんでね。本日4月、日時が変わって4月9日 AM2 時から待ちに待ったね、他のプレイヤーさんもね、待ち望んでたと思うんだけど、ダブル武器 XP、ダブル XP はよくやるんだけどね、ダブル暗号キーね、が開催されるんでね、4月12日、AM2 時までだったかな。だいたい3日間ぐらいで、ダブル暗号キーが開催されるんでね、ちょっとこの機会にちょっとね、多くプレイして、今でも普段からプレイするんだけど、ダブル暗号機なんでさらに多くプレイしてね、ちょっと暗号機ちょっと稼いでいこうかなと思って、ためようかなと思ってね、ちょっと新武器出してるんで、最近暗号機30溜まったらすぐレアドロップチャレンジで1個オープンするんだけど、で、今回ちょっとダブル暗号機なんで、始まるんで、ちょっと多く貯めてね、ちょっとできれば1000暗号機ぐらい貯めて、ダブル暗号機期間中の3日間に、できれば1000暗号機ぐらい貯めて、ちょっと多めにやっていこうかなと。レアドロップ多めにオープンして、ちょっと新武器ちょっとゲットできるようにね、やっていきたいと思ってるんだけどね。1000だとね、33個か。33個ぐらい開けれるんでね、レアドロップ。で、暗号キーボーナスに重複すると思うんでね、あんなね、30個とか開ければね。30暗号キー、重複アイテムで暗号機も増えるんでね。本当にこのブリーチとっても好きでね、当初コンバインばっかりやってたんだけど、ブリーチここも結構芋って結構強ポジで、さっきの強ポジが発見してね、ここあそこいいんだということでブリーチもよくやるんだけどね。敵さんがケアパケ取った瞬間にちょっとキルし、ファイナルキル決めました。勝ちましたよ皆さん、コングラチュレーション。今回の成績はね、30キル18ですのプラス12で比率 1.67、スコア3000っていう成績になりました。プレイヤーの皆さんありがとうございました。ブリーチのね MR6 でブリーチのフリーフォールで初の1位になることができて大満足してます。今回スーパースターという勲章がね得られました。降臨カードをね解除しました。レベルもね上がりました。この時マスターになってるんでね、140いくつかになってるんでね。今回使用したのはね、サブウェポンでハンドガンの MR6 にアタッチメントはデュアル、タクティカルはフラッシュバン ×2、パークは第6巻、ハードワイヤー、ガンホー、デッドサイレンス、ワイルドカードはパーク3グリード&メインガンファイター1、サブガンファイター1だね。スコアストリークは HCXD、UAV、ケアパッケージ、スペシャリストはノーマットのハイブというカスタムでやっていきました。今回ね MR6 使ってブリーチで初のフリーフォールで1位になったんだけどね、本当にさっきも話した通りにね、全く1位フリーフォールで1位狙ってなくて、死なずに5キルとかねちょっと狙ってプレイしてたんでね、でたまたま1位になったんだけどね。これメインガンファイターなんてちょっと間違えてるねこれね。ちょっと1ポイント空いたんでね、ちょっとリーサルなんか、リーサル組み合わせればよかったなと思って、でも結果的にね、1位になったんでね。で、ほんとさっきのね、何度も言ったんだけど、さっきの強ポジ、角待ち結構強いんでね、さっき下にいたんだけど、角待ちで、地上に立ってたんだけど、その段差があって、さらに上に登れるんでね、向こう。で、向こう上に上がった方がね、真上から撃って、敵を攻撃できるんでね、その上さらに今日打ち勝てるんでね。はい、今回はね、MR6& ノーマットのハイブで、ブリーチで初のフリーフォールで1位になることができました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。